緊張するじゃないですか。だってほとんどまだ3回目ぐらいしか会ったことないし、そんな話したこともない人とそういったことをしなき、そういうシーンをやんなきゃいけないっていう。でもそうした時に竹内さんがなんていうか堂々と男らしく、はい、どうぞみたいな感じだったので、むしろ あよかったと思って、やっぱ緊張してたし、そこのところでこう鎧をまとわれてたりとかすると、はい、なかなかこうせめぎ合いで恥じらいがあると、むしろ時間がかかるんですけど、うん、その居住まいは非常にかっこよかったですね。なるほど。結婚前に一回昔の男性に戻りたいという気持ちが割と共感できるみたいなのを、割となんか試写の時に声で聞いて、そこに驚愕しました。